市長定例会見を開始します。市長、はい。僕からは3点あります。まずは一律幼稚園民営化計画案についてです。これまで議会でもかなり激しく議論をしてきまして、また議会からの指摘でですね、一律の幼稚園や私立の幼稚園の経営者サイドと、それからそこに通わせている保護者の代表者も交えた協議会を開くべきだという議会からの意見に基づいて、大阪市レベルでの協議会や各区レベルでの協議会も行ってきました。でこのような手続きを踏まえてですね、最終的にまず今回第1期分としてですね、民営化案がまとまりましたので、民営化案ですね、民営化の計画案がまとまりましたので発表をいたします。もう個別の園が具体的に出てますが、これはフリップでは出てないんですね。出ないんですね。もう記者の皆さんにはお手元の資料として配布をさせてもらってます。25年度廃園に着手する園と1園、民間移管に着手する園は5園、26年度廃園に着手する園が7園、民間移管に着手する園が6園です。この一律幼稚園の民営化計画については、まあ、本当にいろんな意見がありましたけれども、その養子園といいますか、障害のある子どもなどですね、まあ、支援が必要な子どもたちへのサポート、その機能はですね、大阪市における私立の幼稚園、また、まあ、大阪市内における幼稚園でですね、その支援が必要な子どもたちへのサポート機能というものは絶対に低下させないということを大原則とした上で、ただ、その幼稚園の経営にかかる、まあ、コストの問題だったり、まあ、それから公の役割、そういうものを見直しながらですね、今一律幼稚園大阪市においては59園という大変多くの公立の幼稚園がありますけれども、やはりこれは順次民営化していくべきだと考えております。ただ支援の必要な子どもへのサポート機能ですね、これを弱めてはいけないと。ですから、私立の幼稚園で、すべてそのようなサポートができるのか、ここはですね、引き続き検討検証をしていきながら、今回はまず一期分として、59円のうちですね、19円という円の、改革に着手をしますけれども、引き続き、その民営化計画案を2期分についても考えていきたいと思っております。また廃園については、まあ、すぐこれ、すぐ廃園するということになると、もう園児の募集停止をやらなければいけませんので、この1期分を25年度着手と26年度着手、まあ、2つに分けまして、まあ、廃園に関しては、まあ、これまで、廃園ということを前提にずっと手続きを進めてきた園については、もうこの今回ですね、25年度から園児の募集停止にしますけれども、その他の園については、まあ、廃園にするその他の園についてはですね、いきなりもう募集停止ということを言いますと、そこに通わせようと思っていた保護者の皆さんの、まあ、混乱が生じますので、これまで手続きが進んできた積もり幼稚園、西成区の積もり幼稚園以外の廃園対象の園については26年度から募集停止ということにします。
2番目が御堂筋で、歩行者空間、歩行者のですね、空間を広げていく、まあ、社会実験を実施していきます。御堂筋なんですけど、これは大阪市に移管されまして、国から移管されまして、まあ、御堂筋、単に車が通る通り、ストリートからですね、まあ、人が楽しめるストリートに変えていこうと、そういう、まあ、大きな方針のもとにですね、まずはその歩道といいますか、歩行者が使える空間ですね、人が使える空間を広げていく、まあ、そのための一回社会実験をやってみます。今年の11月下旬の1週間社会実験を行います。11月の23日から29日まで、午前7時から午後7時までの12時間と、新橋交差点から南波西口交差点付近の約1キロですか、その距離において社会実験をやると。でその社会実験の概要は、これはまあ以前から言ってたんですけども、御堂筋のまあ本線がありまして、その横に側道がありますけれども、まあ、イチョウ並木の外側のところですね、ここに側道がありますけれども、この側道でのですね、まあ、自動車などの通行を規制しまして、まあ、本線、ここ側道、まあ、ちょっと規制をすれば本線がどういうふうになるのか、渋滞を起こすのかどうなのか、これをきちんと検証してみたいと思っております。まあ、今ここがいわゆる歩道なんですが、やっぱりちょっと狭いのでね、この側道を使えないかというふうに思っております。停車スペースは別途確保しますし、まあ、沿道建物への荷下ろしなどのための側道への出入り、まあ、荷下ろしなど、まあ、それは必要性があるわけですから、そういう場合での側道への出入りは、まあ、一部可能にしますけれども、まあ、基本は側道はちょっと車を通過させないということでですね、どうなるのか検証してみたいと思ってます。まあ、そこで、じゃあ具体にどうするかということなんですが、側道にですね、自転車通行区間を確保します。これが側道ですね、これがイチョウ並木本線で、まあ、こうやって側道があって今歩道なんですけども、自転車の通行空間を確保しまして、歩行者などの安全性を確認と。これはあれですね、道頓堀からさっきのもう一枚前いいですか、ね、道頓堀からですね、道頓堀からの南のところをメインに自転車専用の通行区間を確保して、歩行者と自転車の通行を分離すると。それから植栽、次のフリップありましたっけね、あ、もうこれはなかったでしたね、写真はなかったでしたっけ、道頓堀の南側のところですけども、植栽がありますけども、まあ、ああいうのをちょっと取ってですね、植栽を取って、歩行者の空間を拡大する、まあ、速度をちょっと規制しまして、自転車専用の自転車の通行区間を設けて、それ以外は歩行者も使えるようにすると、まあ、歩行者の使える空間を拡大します。そういうことをやっていきたいと思います。まあ、それによってですね、一度そういう空間を使って何かできないのか、まあ、イベントなどできないのかですね、地域の皆さんの方にですね、地域の皆さんと協議をしながらですね、そこで拡大した歩行者空間というものを使って、にぎわい創出、まあ、イベントなんかできないのか、こういうことも考えていきたいと思っております。まあ、今言ったもう一枚前のやついいですかね、この道頓堀のところから南側のところなんですが、道頓堀から南波西口までの間、まあ、ここは植栽をですね、撤去したりとか、まあ、そういう工事を9月から11月までの間でやっていきます。まあ、先ほど言いました停車スペースなんていうのも、もう一枚停車スペースはですね、
このイチョウ並木のところちょっとここを、まあ、切るというか切ってですね、停車スペースなんかも設けてですね、きちんとそのあたりは、配慮したような形で、検証していきたいと思って、おります。まあ、いずれにせよ御堂筋は、これまで車が、まあ、通過する道路、まあ、車の道路というイメージが強かったんですけども、大阪に集まってくる、まあ、皆さんの、まあ、人がですね、楽しめる、まあ、そういうストリートに変えていくと。まずはこれは道路部分で、車の規制をやっていきますけれども、今度は店舗もですね、この御堂筋の沿道のビルの1階店舗部分、まあ、そこにですね、人が集まるような集客のですね、お店をこう誘致していくということも今考えておりますので、そういうことを合わせてですね、この御堂筋、世界に誇れる御堂筋をですね、シャンゼリゼだったりとか、シンガポール の, オーチャードロードとか、まあ、ああいうところに負けないぐらいの楽しめる、まあ、ストリートに、変えていきたいというふうに思っています。こちら道路でまずやっていきますし、店舗部分についても今担当局がやっております。着実に行政として進めていきます。次に大阪の陣400年プロジェクトが始動します。まあ、これもイベント系なんですが、2014年2015年、まあ、大阪の陣400年という、まあ、この年にですね、まあ、この民間企業のアイデアと投資を入れてですね、まあ、空前のお祭りを具体化と、まあ、イベントやります、シンボルイヤー、まあ、2015年、まあ、いろんなイベントを集めるシンボルイヤーとして、位置づけております。道頓堀の改作の4位、道頓堀あれ 何年でしたっけ、あれも400年でしたっけ、あそうでしたっけ、水と大阪もですね、含めて2015年に合わせて、各種イベントをそこに集中させていきたいなと思うんですが、まあ、こちらは大阪の陣、それをの400年、大阪の陣400年プロジェクトということです。まあ、本プロジェクトの中核となる大阪城公園内における、まあ、コアイベントのコーディネート業務についての企画提案を募集し、この度事業者を株式会社電通に決定をしました。そしてコアイベントの企画案としてはですね、大阪食の陣と、まあ、食博なんかでもものすごいあれ、まあ、人気といいますか、人気を博して多くの人に集まってきてもらい、僕も家族と行ったんですけども、まあ、大阪はやっぱり天下の台所、まあ、食の、ね、都市ということを世界にアピールできる、まあ、そういう特徴がありますので、まあ、天下の台所を今度アジアの台所大阪と、まあ、世界を視野にですね、アジアの台所大阪ということを国内外に発信していく大阪食の陣ですね。それから大阪城天守閣展望台でタイムスリップ、僕も展望台何回か登ったことありますが、あそこの、大阪城公園のすぐ横にある歴史博物館、あそこ視察行った時もですね、なにわの宮をこう見て、iPad か何かをこうかざすとですね、そこに画像がこうミックスされて、自分が見ている現物の視界にですね、iPad のところにいろんな画像がこう重ね合わされて、なにわの宮もこう普通に見るだけじゃなくて、そこに昔はどういう建造物があったのかっていうのも、その iPad のこう見ながら、現実のその風景を見ながら、その建造物がこう重ね合わせられるという、なんかそれを AR っていうんですかね、拡張現実。これ単語読みにくいですよ、これ何だ、まあ AR です、何て言うんですかね、まあいいです、 AR を活用してスマートフォンで撮影すると、まあ、400年前の街並みや戦いの様子を映し出す仕掛けを展開する、まあ、展望台見て現実のあの風景を見ながら、400年前の街並みってどういうものだったのかということが体験できると。それからサムライテーマパーク、これ映像コンテンツや本物の盾が目の前で見れたり、まあ、
もうその時代のあれするんですね、あのそういう雰囲気に、昔のあの時代の雰囲気にして、侍姫に変身し場内をカッポしながら映画に出演できる参加体験型 AR コーナーなど、皆さんにもその場の昔の雰囲気を味わってもらうと、まあ、そういうあのテーマパークをもう作ってしまうと、まあ、こんなあのコアイベント、まあ、これを中心にですね、その他に企画をさらに膨らましていくということをこれから進めていきたいと思っております。今後メディアの皆さん、まあ、マスコミの皆さんや鉄道事業者、まあ、経済界の皆さんなどに、まあ、参加して、いただき実行委員会を立ち上げまして、いよいよ本プロジェクトを始動させます。8月の14日、まあ、お盆中なんですけども第1回の実行委員会を開催する予定であります。このこちらの提案があったですねコアイベント以外にも民間や地域などに本プロジェクトへの参加を呼びかけていきまして、まあ、2014年2015年に向けて大阪全体で、まあ、この大阪の陣400年プロジェクト、これを大いにみんなで盛り上げながら楽しんでいきたいと思っております。それとですね一点あの釣り天井の話なんですが、まあ、毎日新聞また嫌味な記事を書いていかにも大阪市何もやってないような書きぶりで相変わらずあの嫌味新聞になってますけども、大阪市は26年27年、釣り天井撤去、この2年間で撤去をします。まあ、いろいろ国との調整や基準なんかのこともありましたので、局でずっと調整をしておりましたが、これはあの前回のあの国家要望の会議でですね公明党さんとのやり取りの中でこの話出てですねやっていくということを言ってたんですけれども、まあ毎日新聞はあんまりそういうところ関係なくやらでしかも数年かかるとかいろんなことをか、書いてましたが、26年27年、こちらで釣り天井は撤去をするそういう計画をきちんともう持ってますので、それで進めていきます。以上です。それでは質問をお受けします。私が指名しますので必ずマイクを通しまして社名氏名をお名乗りの上お願いします。まず幹事さん、毎日新聞は取材したんですかね。あ、しました。で、2年でやるって言ってたでしょ。僕が取材したわけじゃないんですが、記事でもですね来年度からやると、で大阪市としても原則撤去する方針っていうのは記事で書かせてもらってますけど、ね、ただ2年で完了しますからね、そこは書いてないでしょ。数年というふうに取材では、うん、ただ2年ですから、はい、あんまり不安を煽るようなことはしないでください。はい、はい、幹事社の共同通信の中日と申します。幼稚園の民営化についてお尋ねしたいんですけれども、はい、先ほどの市長はそのコストの問題や公の役割を見直しながら順次民営化していくべきだとおっしゃいましたけれども、その効率ではなくてですね私立が幼稚園運営を担うことのメリット、まあ、ないしはその私立にしかできないことだとか、そのあたり市長はどのようにお考えなんでしょうか。逆です。必ず民営化の話をすると私立のメリットを言うんですけども、私立でできるんだったらやってもらえればいいわけです。公でやることに理由を見出さなければいけないので、私立でやることのメリットというよりもきちっとできるんであればそこでやってもらえればいいわけですね。だからそこのロジックは公でやらなければいけない理屈をしっかりと見ていきましょうという、そういう視点に立たないと何でもかんでも公がやればいいという話になってしまいますのでね。確認ですけど、公でやる理屈を見てて見た結果、やっぱり比較した結果で私立の方が適しているという、そういう意味でしょうか。だってできるんですから。分かりました。もう一点、今回1期目はこういった形で、いや、それはだから資本主義というものを認めるかどうかですよ。だから国営企業が絶対いいという考え方の人たちは公が全部やればいいというふうに考えるんでしょうけども、僕は資本主義自由主義が原則だというふうに考えてますから、まあ、事業は基本的には民間でできるんだったら民間でやってもらうのが一番いいと、それは公がやるよりも行政がやるよりもいいんじゃないでしょうか。ただ行政は行政としての役割があるので公でしかできない領域がありますからね、そこは公がしっかりやるということです。だから幼稚園についても公がやる役割というものをしっかりともうちょっと厳密にね
考えていかなければいけない、これはあの大阪市レベルの協議会で、まあ保護者の皆さんも大体、ここはコンセンサス、形成できたのかなというふうに思うんですけども、それまではね、公立の幼稚園の方が教育内容がいいとか、いや私立の方がいいとか、まあいろんなそういう、まあ公立の方がいいんだとかいう議論がありましたけども、教育内容においては私立も公立もあまり関係ないよねと、それはそれぞれの、まあ、いろんな良し悪し、いろんなことあるんじゃないのっていうところで大体落ち着いたのかなと思います。だから公がやらなければいけないのは、その教育内容の問題というよりも、支援が必要な、ね、子どもたちへのサポート、そこはやっぱりあのしっかり、慎重に見ていかなければいけませんねということになりました。まあ、ただね、客観的に見れば、今の大阪市立の幼稚園、空調施設、クーラーもないし、給食もないし、送迎バスもないし、預かり時間も短いし、客観的なそのサービスという点から見れば、私立の幼稚園よりもそれはやっぱり、弱い部分、劣ってる部分、たくさんあると思いますね。だから今回の話はね、ある意味単純な話で、保育料もその代わりあの保育料、大阪市立の幼稚園ものすごい安いわけですよ。民間に比べて半分ぐらいですよ。でも本当にそういう幼稚園の存在意義はどこにあるのっていうところをもう一回考えなきゃいけない。だから保育料を同じようにしてね、私立と同じようにする、何も大阪市立だけ安くする必要ないわけですから、所得の低い人には保育料を安くすればいいけども、大阪市立だからといって安くする必要ないわけで、まあ保育料をある意味今の私立と同じぐらいの料金まで上げてですね、クーラーのついてる、給食施設のある、送迎バスのある、預かり時間の長い、まあ、そういう幼稚園を作っていきましょうよと。それがまさにあの私立民営化の話なんですけどね。ただあの大阪市立の幼稚園としてこれまで培ってきたいろんなノウハウとかそういうことがありますから、そういうものも生かして、今後ですね、幼児教育のカリキュラム作成に、大阪市立幼稚園のノウハウというものを最大限生かしていきたいと思っています。もう一点なんですけれども、今回1期目という形でこの案出されましたけれども、その2期目3期目について、まあ、市長以前完全民営化というふうにおっしゃってましたけれども、その考えが変わりないのかとか。そうですね。ただそれは何でもかんでもそれはメディアの皆さんのように民営化と言えば進むものではないですから、59円あるうちの今回19円、それでもこの19円というものをまず進めるということは改革の第一歩で、当然これを見ながらね、2期目3期目というものをしっかり案を作っていきたいと思っています。次お願いします。朝日新聞さんでした。朝日新聞の佐藤です、はい、幼稚園について引き続き伺いたいんですが、はい、その、ま、公として担うべき役割が明確になれば一律の存続も検討されるという話でしたが、協議会の中でその教育センター付属のような研究園としての、はいはいはい、ことについて少し触れておられましたが、まあ、それも含めて今の段階でその一律を残す可能性というかですね、公が担うべき役割として今考えておられるのはどの辺にありますでしょうか。いや、まだいろいろ考えます、これから。はい、その、まあ、研究員もそうですけど、あと要支援児のところなんですが、うん、要支援児に対しては、まあ、私立園にまあお金を補助するという方向性を示しておられましたが、うん、それで十分だとお考えか、あるいは要支援児の受け入れるためにやはり一律を残す必要はあるかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。いや、それは要支援児のサポート体制が機能低下しないように局に考えてもらいます。それと先ほど保育料の話もありましたが、先日協議会の中で、ええ、保護者さんの方からも、まあ、必ずしも否定するものではないというようなお話あったかと思うんですが、うん、今後具体的に保育料の値上げについては検討されるお考えでしょうか。それは検討します。それは例えば来年度からであるとか、はい、あるいはスケジュール的なも何かイメージをお持ちでしょうか。それは局で考えてもらいます。それと2期目についても今後発表のメドというかスケジュール的なものは何かイメージをお持ちでしょうか。いや、まだだってこれ1期目は発表したところなんですから。ありがとうございます。次お願いします。 ABC 木原さん。 ABC の木原です。はい、明日のとこ、法廷協議会で、知事市長案が示されますけれども、
市長としては出来栄えはいかがでしょうか。実現可能なプランになってるんでしょうか。もうこの時期においてこれだけのものを出せるというのは、まあ、ある意味100点満点に近いぐらい大都市局は頑張ってくれたと思いますよ。今の段階でこれ以上のものはないと思ってます。だいぶ姿形が見えます。どんな役所になるのか、大阪のこの町全体がということではなくて、今回は役所の再編の話ですからね。大阪市役所、大阪府庁というものはどういう組織になるのか、この辺はもうはっきりと分かるようなものになっていると思いますね。しかもこれ4案作ってますので、相当な作業量だったと思いますけども、まあ、大都市局がこのタイトなスケジュールの中でよくここまでまとめてくれたなというふうに思いますね。説明を受けた議員さんたちの間からは、机上の空論で実現が難しいのではないかという意見も出ているようですが、そのあたりはいかがでしょう。それは誰もやったことがないのに、まだ机上の空論ですけど、しかしここまで持ってこれたんですから。3年前の時に大阪都構想といったら本当の机上の空論ですけども、ここでやっと財政調整制度と区割り案と役所のその姿形、そういう設計図が出来上がったのでね、3年かかりましたけども、まあ、いろいろ議論が進んでないとか、いろんなこともああでもないこうでもないといろんなことを言われましたけども、まあ、なんとかここまでたどり着いたなということですね。今後協議会での議論でいろいろ問題点も見えてくると思うんですが、それは来年の住民投票までに修正なりしていくということです。まずこの4案のうちどれを取るのかっていうところを決定しなければいけませんし、まだいろいろ精査しなければいけないことも多いです。でやっぱり問題はこれをやってどうなるのっていう部分もね、もうちょっと厚みを持って、住民の皆さんに、まあ、市民の皆さんに説明をしなければなりませんから、今報道されているような効果額、あれは大阪都構想の効果のほんのごく一部です。まあ、それでもね、金額として、人件費以外のところで700億円、これは4案のうちの、まあ、4案のうちの、まあ、1つですけどもね、人件費除いて700億、人件費分で大体200億、まあ、900億円の効果が出ると。まあ、当初ね、松井知事は僕の方で、予算規模が大体、府市合わせて、4兆かそれぐらいだから、そのうちの 10% か何かで、4兆じゃない、8兆、ちょっとごめんなさい、あの時の計算があれなんですけど、まあ、4000億円ぐらいの効果ぐらい出していかないとなんて話から比べるとね、900億円って少ないじゃないのって思われるかもわからないですけども、年間900億円の財政効果っていうのはものすごい改革ですからね。で、まあ、それと朝日なんかがもうちょっと正確に書いてもらいたかったんですけども、初年度の初期費用って書いてるので、まあ、そこは記事としては分かってよっていうつもりなのかも分かりませんが、初期費用はまあ640、最大で640ですけども、それは初期イニシャルなんでね、年額毎年毎年900億円ぐらいのその効果が出るということと、この継続的な効果と初期費用をちょっと並べて書くっていうのは全然違うんじゃないでしょうかね。ただそのお金の問題だけじゃなくて、政策が統合されることによってこうなりますよとかですね、それから過去のロス、お金を生み出すということじゃなくて、今の予算規模の中で適正に予算を組むために、要は過去こんな無駄なことをいっぱいやってたけれども、こういうことが将来なくなりますよということも効果だと思いますから、ちょっとこの大阪都構想の効果については、今大都市局が弾き出したあの数字以外のところの部分もですね、きちんと厚みを持って説明をしていかなければいけないなと思ってます。ただこれはもうすでに資料としては知事時代や市長になってからも府市の大都市の在り方検討会でもうほとんど資料は整理されているので、まあ、それをもう一回構成し直して、その効果についてはきちんと説明をしていきたいと思ってますけどね。過去のロスを含めるのにはね、非常に疑問がありまして、つまり今後あのような無駄な投資をする余力はもう大阪府にも市にもないので、あのようなことは事実上起こりえないと思うんですけれども、それを効果に含めるというのは、だってそれは過去、それは今の財政状況だからもうそんなことは無理だっていうのは、それは今の財政状況からの制約ですけどもね。でも財政上
ある程度余裕が出たらそういうこともできうるわけですね。記載発行でもできるわけですよ。だからそれはお金をキャッシュを生み出すって話だけじゃなくて、今の予算の範囲の中でそういう無駄なことは生じませんよっていうのも、これ僕はこっちの方が重大な効果だと思いますよ。だから WTC ビルやリンクゲートタワービルみたいなあんな馬鹿げたことはもう大阪都構想になれば二度と起こりえないですしね。リンクタウンと佐久島のあの開発、こんなのが二重で走るなんていうことも、これも大阪都構想が実現すれば二度と起こりえないし、そういうことはお金を生み出さないけれども与えられた予算をきちっと適正に予算編成できるっていうことの方が相当な、僕はそっちの方の効果の方が重要だと思うんですけどね。あとそれとその不死統合や指定改革で生み出された効果を入れる議論ですけれども、それは橋本さん松井さんが努力されて生み出されたのは全く功績として否定するつもりはありませんけれども、ただ都構想でなくてもできるというのも事実ですから、その点は切り分けて考える必要があるんじゃないですかね。そこはね、いろんな議論あるかと思うんですが、都構想のね、府市統合本部から始まったあの改革っていうものはもう都構想の準備段階なんですね。で今やってる改革っていうものを後戻りさせないために役所の再編、特別区の設置というものがあるわけですから、もう都構想というものは府市統合本部が立ち上がったところからもうスタートです。だからそういうものもしっかり見せていく。そうじゃないと場合によって今やっている改革が、特別区の設置がうまくいかなかったらですね、また施設が24区に広がってくる可能性もあるわけですからね。これは今やっている市政改革、府の改革、それを後戻りさせないために特別区の設置、だからこれは都構想の効果として当然だと思いますね。その辺今後議論になると思います、はい、MBS 奥田です。ちょっとまた幼稚園に戻りますけれども、はい、もちろん民営化あるいは廃園がダメというのとは別にですね、今回つもり幼稚園が一つだけ、廃園ということになりましたが、この理由はなぜなんでしょうか。つもり幼稚園はね、過去の経緯があるんですよ。これ何年ぐらいもう話やってたんでしたっけね、これまで。10年ほどやってます。もう10年やってるんですよ。で僕が市長になってからもつもり幼稚園の3歳児の何でしょう、長長組ですね、長長組っていうね、3歳児のある意味任意というか、本来的な幼稚園業務とは違う形で子どもを預かる事業についても、これをやめるやめないで僕が市長になってからもずっと議論が続いてきて、もうつもり幼稚園は廃園だっていう話はもうずっと地域の皆さんとこれまで積み重ねてやってきたので、ですからこのつもり幼稚園だけはもう募集停止ということで、これはできると判断をしました。人数的な問題、数値を見ても厳しい状況であることは分かっているんですけれども、はい、保護者の方たちが、今年です、今年のですね、なんとか続き存続しようということで、人数を集めてこられたという中で、存続を期待している方もいらしたと思うんですけれども、一円になったことで、そこがちょっと踏みにじられたように思う方もいらっしゃるかもしれないと思うので、いかがでしょうかね。いや、それは人数集めてもらった上で、あれは人数集めてもらったその年をその子どもたちのところまでの認めようって話だったんですか。そうです、はい。だからそれはもう地元の人と将来ずっとつもり幼稚園を残すために人数集めてもらったわけじゃなくて、当該その年の入園を認めるかどうかでその人数集めてくださいねって僕は条件を提示したわけなんです。だからそれはもう地元の皆さんとはその当該年度の子どもたちを入園させるための人数だってことはご理解いただいていると思いますけどもね。だから廃園についてもね、やっぱりこれは客観的な事実として子どもたちの数が少なくなってきてる、でにもかかわらずその公立の幼稚園としてそれを存続させるっていうそこの意味がね、なければ漫然と、そのまま残すというわけにはいかないと思いますね。それは公の場合には倒産することないですから、残そうと思ったら何でも残されるわけですよ。でもそれは税を投入してるってことを市民の皆さんにも考えてもらって、子どもたちの数が少なくなってきてもう幼稚園を存続させるその基準に満たしていないんであればね、それはやっぱりこれは反対の意見が出たとしても廃園ということをやっぱり踏み切らないと、新しいニーズに合った新しい政策というものが今度は逆に
新しい政策というものができなくなりますんでね。だからこれは地元の皆さんから反対は当然出てくるでしょうけども、きちんと説明をしながらね、客観的な事情、客観的な子どもたちが少なくなってくる、客観的な基準を満たさないっていう、だから廃園なんですよということはしっかりご理解をしていただきたいと思っています。あの先ほどもちょっと出てましたが、もう一度確認ですけれども、その公でないといけないという必要性は今のところこの協議会を通じても主張はまだ見出せていないということ。いや、だから養子園のその子どもたちのねサポート機能と幼児教育のカリキュラム、これをしっかりと開発して幼児教育を進めていこうというこの2点において公のその幼稚園というものが必要かどうかっていうのは、これから2期3期を考えるにあたって検証していくと。だからまず第1期分だけを発表したわけですね。で、あともう一つ都構想について、これもちょっと引き続きその効果学の点なんですけれども、今後都構想の、市民が判断をするにあたってですね、都構想をした方がいいのかどうかという判断をするにあたって、その効果学を見るのに、経営形態のところとかはこのままの状態でも当然できるものだとは思いますので、そこは効果に別に今回入れられるのは構わないと思うんですけども、それを切り分けた数値というのも出した方が分かりやすいんではないかと思うんですが。経営形態、例えば民営化とかの金額も入ってますよね。先ほどちょっと質問では、特構想でないと後戻りするというお話がありましたけれども、経営形態というのはその後戻りとはまた違う問題だと思いますので。ただそれは経営形態を変更しても、じゃあ経営形態を変更したその効果額ですか、例えば地下鉄の民営化とかとか、ゴミとかです、ゴミ収集とかですね、だけどゴミ収集の話にしても、それは都構想というものがきちんとできて特別区の設置というものが合わさって初めてそれ完了ですからね。だからまあそれはどう取るかということで、効果額のところでね、住民投票の時に何を見るかということなんですよね。で、要は住民投票の時に、特別区設置の際にですね、初期費用がかかることは間違いないです、これは。で、その初期費用というものを税の負担でね、プラスの何か住民の皆さんに負担を求めて、やるのか、それともこれは改革の効果額の中で、きちんと消化ができて、さらにそれを上回るね、改革の効果額っていうものがあるのかどうなのかっていうところが見えればいいのでね、そこまで精査してそうするのか、もう都構想っていうのは基本的には特別区の設置、民営化、今やってる市政改革、船の改革、そういうものが合わせて、全て新しいその大都市制度の在り方ということになるので、ここはだから説明の仕方はね、今記者の方から指摘がありましたので、どう説明するかについては有識者にも入ってもらってね、きちんと整理をしていきたいと思います。それはね、なんかもうぐじゃっとまとめて、いくらが効果額とかそうならないように、それは説明の仕方で、僕は全部これが効果だというふうには思いますけども、説明とかそういうものはしっかり入れて、場合によっては見る人から見ればね、これは特別区設置、都構想の効果じゃないだろうというふうに思われるかもわからないけども、そこの資料はきちんとしたものを作っていきたいと思いますね。あと都構想で最後もう一点、この前の税財政の委員会でも、広域、大阪等の方の借金が莫大になるということに関して、不安が結構あったかと思うんですけども、これについては国はその都構想による財政的な実態とかの影響がないようにというふうに書かれてたと思うんですけど、答申の中で、そこがうまく国と話できる目処っていうのはあるんでしょうか。これは借金が増えるっていうのは、バランスシートの理解があれば、名目上増えてるだけですから。というのは大阪市と大阪府というものはそれぞれ今借金抱えてて、それを一つに寄せるだけなのでね、当然その大阪市が持ってるその市債、これを広域の方に移した場合には、その市債返還のための財源もそれも移しますから、それは普通の財務諸表で見る場合には名目上それ負債は移りますけども、税源も移ってくるんで、それはいわゆる総務省のね、いろんな実質公債財政健全化を図る指標でこう考えてきたときに、大阪市から移ってきたその資産分は
それはその財政指標を考える上での借金というふうに勘定するかどうかというのは、これは技術的な問題ですね。というのは特定財源できちんと償還できる借金分というものは、この財政健全化の指標を計算するときにはそれに除いていきますので、特定財源がある、もうそのこの借金を返していくための財源はこれだって特定でできるような、そういう借金と財源のがワンセットになっているものは財政健全化の指標でこう計算するときにはそれは借金としては除いていくという、そういうまあルールもあるので、まあこれは技術的なことだと思います。まあ府と市がそれぞれ借金抱えてて、それを一つにこう寄せるだけなので、ただ市の私債分を、市の借金分を移す以上は、その借金を返済するための財源もきちんと移していくということをやりますので、これは技術的な問題だと思ってます。はい、ありがとうございました。申し訳ございません。坪里幼稚園の廃園の検討期間ですけれども、先ほどちょっと10年と申し上げましたけれども勘違いしておりまして、19年度以降でございません、6年でございます。はい、6年です。読売テレビの島田と申します。今日ですね、大阪府の方なんですけど、南海トラフの新たな被害想定が出まして、はいはいはい、大阪駅周辺も最大2メートル、 OBP 京橋も新たな浸水想定ということで、市として何か今後対策等、これで力を入れていきたいというものは、大阪市 の地域防災計画しっかりこれ作っていきますのでね、あれは府の方で最悪 その事例というものを積み重ねて、まあ、僕が知事時代の時に最悪をきちんと最悪を基準にするというか、それをまず出発点にしようということでね、まあいろいろあれは本当にいろんな内閣府で出しているそのモデルの一番その大阪にとって最悪なやつをこう積み重ねながらやったものですから、まあ、だからといって2メートルというものは最悪な事態だから、あんまりそこに何でもかんでも対策をどんどんお金を投じるのは投じなくてもいいとかそういうことではなくて、 最悪のことを想定しながらいろいろやらなきゃいけないんですけど、まあ、負のああいうものが出ましたので、大阪市としてもさっき危機管理官のことも話をしましたけども、きちっと大阪市の地域防災計画というものを作っていきます。レビ大阪の田淵と申します。私立幼稚園民営化のことについてもうちょっとお聞きしたいんですけれども、はいはい、廃園する園については在籍児童数の少ないを優先というふうに書いてありますが、これはすみません不勉強で申し訳ないんですけども、募集人数を満たさない園については今後廃園というふうな可能性で考えています。基準があるんです。あれどういう基準でしたっけね。7割とかなんとかですね。今回 の肺炎 の計画につきましては7割の議論ではなしにですね、肺炎した場合周りのですね幼稚園の方でその幼稚園ニーズを受け止めきれる場合につきましては肺炎というふうな考え方になっておりますので、具体的にその何割何割というふうな形ではございません。今回についてはじゃあ、人数が少なくなってきて具体的にこの定員数が何割削、何割満たないとかそういう基準で、それは従前の考え方でございまして、今回につきましては全園 その状況を俯瞰しましてですね、その中でその園の幼稚園ニーズが周りの園で吸収できるか否かでですね、民営化と廃園と分けているということでございまして、でその廃園に分類された中でですね、順位付けを行いましたのが小さい門順というふうな形でございます。ということは理論的に例えば A 区ところでは20人に満たなくって、まあ、肺炎になるかもしれないけど他の園では10人でも存続するという可能性があるという、あ10人でも存続する可能性があるということですか。人数によってはもう関係ないということなんでしょうか。民間移管をする場合なんですけれども、一定規模のですね、規模がなければ民間の幼稚園としてですね、まあ、経営が続かないというふうなこともございますので、例えば申されましたように例えば 10人でもですね、存続するのかということにつきましてはそういった小さい園につきましてはやっぱり民間以下の対象とはならないと考えておりますけれども、まあ、今回の園につきましては例えば10人でですね民間以下の方に回っているような園はございません。
ございます。あともう1点すいません、子ども園化について、はいはい、まあ、子ども園の意義というのをすいません改めてちょっと市長からお伺いしたいと思うんですけども、子ども園は、まあ、幼稚園と保育所というものはあえて区別する必要はないと思いますんでね、だから子ども園の形が本来の姿じゃないですか。それは今後は、まあ、民営化というところでいずれは子ども園化というのも、まあ、さらに進めていきたいというふうにお考えでいらっしゃると、ね、だから子ども園でやっていきたいっていうようなその事業者があればね、それは尊重していきたいんですけど、ただちょっと局に確認をしましたらね、子ども園にしたら下でまた保育所の予算もかかってくるわけですね。そうすると待機児童がね、やっぱり大阪市で待機児童のある区ない区がいろいろありますから、認定こども園を作ってその補助金を打つんであれば待機児童がまずあるところからねやっていきたいっていうのは、まあ、これは行政的な判断としては僕は合理的だと思うんですね。だから本来は認定こども園したいと、事業主の方がそう思ったらそれは尊重して、僕はある意味そこはね、ある意味切磋琢磨、その園の切磋琢磨でいいじゃないかというのは思ったんですけども、まあ、限られた予算で、補助金をこう打っていきますから、そうするとどこでもかしこでもその認定こども園というわけにはなかなかいかないのかなというのはちょっとあります。だからやっぱり待機児童で保育所ニーズがあるようなところはまず認定こども園やっててもらえればというふうに思うんですけどもね、優先順位の話ですけど。ありがとうございます。はい、朝日新聞の染谷です、はい、BID について伺いたいんですけれども、はいはい、まあ明日の有識者会議があるので、まあ、細かい内容は明日以降のあれだと思うんですが、まあ、大まかな概念について市長のお考えを伺いたいんですがそれだったら明日言ってくださいよ。明日話するんですか。あ、というか BID の大きな話っていうのはどこからですか。つまりこの考え方制度はもう知ってるわけでしょ。いやそうなんですけど、いやその考え方自体はもう十何年も前からあったけれども、結局自治体はみんなその強制徴収っていうのに二の足を踏んでやってこなかったところに、どうしてそういうところにこうやろうと思ったのかっていうところをちょっと市長に聞いてみたかったんです。やっぱりいやだから僕はだから税を徴収してね、本来だったら税なんか徴収せずに民間の皆さんで、任意でやってもらったらそれが一番いいんだけれども、やっぱりそこはみんなで任意に負担するっていうのはある程度の面となった時にはみんながみんな任意で負担するっていうのは難しいのでね、そういう意味では強制徴収っていうところに公の役割があるというふうに思ってますけどね。ただそこで公が強制徴収した時に、今までだと公が税金を徴収して公が政策を組み立てるっていうことをやりがちですけども、それは僕は嫌いなんで、徴収の部分だけはやりますよと。で実際の政策の実行はその BID、まあ、その団体の方でね、全てやってもらうと、まあそれだけですけどもね。で強制徴収のところみんな踏み切れなかったのは訴訟リスクとかそういうことだけなんじゃないですか。でも自分でいろいろ調べたり考えたりしたらね、さあ訴訟リスクってそれは行政のすぐ言いますけれども、その他のことでいろんな訴訟リスクってこれまずいんじゃないのなんてことは山ほどあるわけですから、まあ、これは訴訟リスクというか訴えられたら訴えられたでね、しっかり司法判断を求めればいいんで、単にそれだけだと思いますよ。だからまちづくりをやるときに今までは税金を徴収して公がいろんなことをこう制度を作ってたり政策実行したりとかいろいろやりますけども、そうじゃなくてお金だけ集めてそのまんま地域の住民の皆さんにお金をそのまま渡して、あとは皆さんが考えてくださいねということで、まあ、いいんじゃないでしょうかね。これに限らずその市長はこれまでその受益者負担とかですね、フリーライダーっていうのはやっぱり良くないっていうのは言ってこられたと思うんですが、その辺をやっぱり追求した一つの施策っていうことになるでしょうか。まあ、そんな大層なことじゃないですけど、まあだから自分たちは街づくりやりたいっていうんだったら自分たちの負担でやってもらうっていうね、そんなに、いやまああれはいやだからあれをああいうふうに着目して一面で取り上げてくれたっていうのはそれは局としてはすごいモチベーション上がってますよ、ものすごいある意味細かな話だっていう思いと、
僕が負担金じゃなくて強制徴収で行くんだ行くんだって言い続けて、局の方もやっとああいうふうにいろいろ組み立ててくれましたんでね。でもそんなに深い話じゃないですけど、まあまあ自分たちでお金出し合って自分たちで街づくりをやると。で、公の役割っていうのはお金を集める強制徴収のところだけが公の役割っていうのは非常にシンプルな形で僕はいいとは思うんですけどね。まあまだ強制徴収のところいろいろ壁があるから専門家の皆さんに意見聞きますけど、局に指示を出したのは負担金というところで茶を濁すような形でね、訴訟リスクがあるからとかそういう理由だけでね、負担金の方で逃げないでくださいねと。原則は強制徴収で行ってほしいと。で、訴訟リスクということであれば訴えられたらいいじゃないかと、それは司法判断でやればいいんだねという指示は局には出してます。質問ある方、挙手。日経さんと NHK さんと産経さん、この 3社でお願いします。まず日経さんから。日本経済新聞の種田です。今週の月曜日に債権回収対策会議がありまして、未収金について議論ありました。これについて市長にお尋ねしたいんですけれども、結論についてですね、24年度末で620億円ぐらいになるという見込みで、目標額までは圧縮できなかったんですけども、これについては市長はどういうふうに見てらっしゃるんですか。いや、これはもう副市長の方にマネジメント委ねてますからね。もう債権回収という実務的なことですから、それは債権回収なんていうのはやろうと思ったって全額回収できない。これは弁護士だからよく分かってますけど、これは払う側の視力とかね、そういうことの問題もあるので、まあ、極めて実務的なことなので、含む規律のプロジェクトチームと同様に、まあ、この債権回収についても副市長マネジメントでやってもらってます。特にその目標に達しなかったことについて何かさらにこう指示を強めるとか、そういうことも特に考えてないわけです。まあ副市長でそれはマネジメントしてもらえればいいと思ってますけどね。ありがとうございます。はい、NHK 浜野です。よろしくお願いします。先ほども出ましたけど、南海トラフの件で、まあ、市長は危機管理課の方には地域防災計画のですね、まあ修正というか、まあ、策定をでやっていきたいという話でしたけども、この地域防災計画のこうでの対応にあたっては、このどういう点を重視するのかというのが一つありまして、うん、というのはその知事、松井知事なんかは要するにその、まあ、先ほども市長もおっしゃってましたけども、その要するに税金をどんどん投入して、要するにインフラで対応というのはもう難しいんだと、要するにいかに逃げてもらうかという話になるんだということでしたけども、今回その大阪市が策定する地域防災計画でも、やっぱりその避難というのを重点に置くんでしょうか。いや、それはもうミックスだと思いますよ。避難を重視するからといってハードの面を放棄するというわけにはいきませんからね。でもこれまでは、これまでの行政というのはハード重視だったことは間違いないと思いますね。で、知事、僕も知事の時からこう逃げるソフトの面というものもね、やらなきゃいけないのと、それともう一つは、まあ、ちょっと南海トラフの話はちょっと別かな。大雨の時にはある程度ここまでは許容範囲だよねっていうところを決めてね、大雨ですよ、南海トラフじゃなくて、大雨の時には治水の時には床下浸水まではちょっともう認めてもらおうよっていうことでね、まあそれは僕の責任で住民の皆さんに言うからということで治水計画を大幅に見直しました。まあ要は今まではもう床下浸水も絶対もう認めないと。だからハイウォーターレベルっていうものでね、治水っていうものをもう一律にこう計画を作ってどんどんハードを作っていったというところがありますから、まあ、地震の場合にはね、何を許容っていうふうに言うのはなかなか難しいとは思うんですけれども、でもハードの整備だけで完全に安全が守れるわけではないですからね、このハードとソフトの組み合わせっていうところが非常に重要なんじゃないでしょうかね。やっぱり命を守るというところを出発点に、今までの災害対策っていうのは命だけじゃなくてありとあらゆるものをこう守っていくということでハードの整備ガンガンやりましたんでね、命はとにかく守っていくと、
というところを出発点にどこまでハード整備をやってもうどこからはソフトに切り替えるのかっていう、まあ、そこがそのバランスなんでしょうね。まあ、これはもう行政でしっかりそこは知恵絞って作ってもらうしかないと思ってます。ただあとは僕の大きな方向性としては大阪市の地域防災計画と同時に僕は区の防災計画っていうものを重視してますから、今さっき報告聞いたら19区でもできてるとは聞いてるんで、19区でホームページに出してるっていうのは聞いたんですけども、当然今回の府のこの浸水予想といいますか浸水予測のこれを元にした大阪市の防災計画、これに基づいてまた区の防災計画というものも変更していきますけどもね。あとすいません、幼稚園の話にちょっと戻るんですけども、先日のその協議会でも、市長話されてましたけども、要するに公としてのそのなぜ公が役を担わなきゃいけないのか、その関係者から話を聞いたときにそれでもわからない点が多いあるというふうにおっしゃってたと思うんですね。保護者の代表の方からお話を聞いてても、じゃあなんで公立じゃなきゃいけないのかという部分、で先ほど客観その肺炎とか民営化にあたっては養子園児 の, そのサポートのあり方とか、うん、幼児教育のカリキュラム、そうですね、ということを挙げてらっしゃいましたけども、この前 の, その教育会でもその要するに法律へ の, そのなんか信頼の話が出てたと思うんですよね。法律だから信頼できると、だから法律を残してくれといったような趣旨の発言があったかと思うんですけども、その辺というのはやっぱりその客観的じゃないからあんまり考慮はやっぱりできないというか、法律への信頼ということを言い出したら、じゃあ私立へは信頼ないのかということになってね、僕の根本的な民でできることは民間で、この公立への信頼、行政への信頼というのは地下鉄の話でも全部これついて回る話なんですよね。だから僕は根本的にはそこはそういう考え方には立ちません。行政への信頼っていう、だってそういうところだけで、そういうところだけね、行政の信頼って言って、じゃあ今の教育委員会制度、大阪市の教育委員会制度本当に全幅の信頼を寄せてくれてるんですかと、じゃあそんなんだったら教育委員会の改革なんかいらなくなっちゃうじゃないですか。だからそこはちょっと都合よく使われてるのかなっていうのを思いますね。でむしろね、信頼よりも行政は何でもかんでも私立よりもクレームが来た場合に対応するっていう意味だから、それは行政に対する信頼っていうよりもね、言いやすいっていうことなんじゃないのかなって僕は思うんですけどもね。だから信頼っていうんだったら本当にじゃあ今の教育委員会のそのシステムというかそういうところを改革、信頼がないから改革してるんじゃないのかなって思いもありますしね。公立の小学校中学校ってことになればやっぱり、そこへの世論調査なんか見るとやっぱり信頼度っていうものは全然ゼロじゃないですけどもね、やっぱりちょっとこう低くなってきてるっていうところをどうやって公立の公教育の信頼を取り戻すかっていうのが僕のそもそものこの政治の出発点のところもあるわけですから、それをこの幼稚園のところに来て急に公への信頼とか公立への信頼と言われてもストーンとやっぱり胸に落ちないですね。それは私立への信頼ありますよ、私立の幼稚園に対してもね。だから養子園児へのサポートというところは確かに公立の方が手厚いところはあるのかもわからないです。でそこはわからない、だから検証はしていきますしね。だから幼児教育のカリキュラムということを公がやっていくんであれば、そこの研究開発機関というものは持っておかなきゃいけないというのもそこはなんとなく納得できるんですけどもね。それ以外に公立のその教育内容と私立の教育内容というものをこう持ち出して、公立の教育内容というものが存続の理由になるというのはちょっと違うんじゃないのかなというのは思うんですけどね。そこは公立私立で例えばその教育内容でその役割分担みたいな発想というのはなく、別にそれは教育内容が一緒であれば公立私立だろうが経営形態関係ないじゃないですか。でそこは幼児教育のカリキュラムということで、まあ、一定こういうものはしっかりやっていきましょうねということはカリキュラムできちんと作っていくので、あと園ごとにね、いろんな教育内容がこれは あってしかるべきですけども、それは公立だからとかは私立だからっていうのは関係ないと思いますけどね。だから、まあ、むしろ当初はやっぱり公立っていうことで、最初のスタート時期はそれでやっていかざるを得なかった、まだ私立の方の力がなかったからそうだったのかも分かりませんが、今私立で8割の子どもを受けている状況になればね、それはもう
空調設備だとか給食だったり預かり時間の問題、送迎バスの問題、どう考えてもこれは私立の方がサービスがいいのでね、そういう部分でのサービスはいいわけですから、まあ普通に考えて今の公立の幼稚園のサービスを向上させるためにね、私立にしましょうよっていう、その単純な話にが、なぜこの議会とか公立に通わせている保護者の皆さんと話をしたときにこういう話にならないのかというところでちょっともどかしさを感じるんですけど、ただ公立に通わせている保護者の皆さんの意見も非常に貴重な意見多かったのでね、それを踏まえてまた今後考えていきますけどもね、まあ、あともう一つはね、一律の幼稚園残せっていうことを強く主張している方々がね、これ保護者代表という形でまあ来られるんですけども、もう子どもたち卒業してる人たちとか多いんですよね。だから自分の子どもたちがかつて通っていましたとか自分が通っていましたっていう、これは保護者の代表じゃなくて地域の代表ですよね。だからそういう人たちの声で残していくっていうのもちょっと違うのかなと思うんですね。本当にその今公立の幼稚園に通わせてる、今通わせてる保護者の声としてね、どうなのかっていうところを、まあ、もうちょっとこれからも聞いていきたいって思いはあります。あの OB とかがねやっぱり言うのは、これどの学校とかそういうことでもみんな言いますよ。それは小学校中学校高校でもね、 OB がみんな自分のところの学校がなくなるって言ったらそれはなんとなく寂しいって思いになりますけども、やっぱりその話と本当に幼稚園として、公立がどういう意味で必要なのかっていう話はね、きちっと分けて考えなきゃいけないのかなというふうに思いますね。ありがとうございます。幼稚園の民営化について1点だけお伺いします。今日この計画案を出されるにあたって、まずは各地元での区長さんがですね、はい、判断して、それを踏まえて、局あと市長が最終判断をされたということなんですが、その区長案とですね、今日出てきたその計画案っていうのは、どこまで違うんでしょうか、それともなんか ほとんど反映されてるんでしょうか、いわゆる区長の判断っていうものが。最後区長が判断したやつがそのままです。そのまま、はい、だからそれは先に区長に判断させたというよりも、大阪市全体の行政としてのロジックに基づいた案というものを作って区長に、それを投げてますから、完全に区長の判断だけで決めたわけではないです。だからこれは区長のマネジメント、行政のマネジメントの仕方がね、ちょっとこれまでまずかったところがたくさんあったので、一つのいい実例になったと思うんですけど、これまで区長は自分たちで全部物事を決めれると思ってたんですけどもね、行政ってそんな甘いもんじゃないですから、やっぱり行政のロジックとか行政のいろんな考え方、これまでの行政の積み重ねの中での整合性、そういうものでの行政のロジックっていうものがあるんで、まず原案をね、行政の方できちんと、きちんとしたロジックに基づいた原案というものをまず局に作ってもらってるんですよ。でそれを区長に投げて、でその原案をもとに、でもねと、それは大阪市役所というところで作った原案だけれども、現場の声とか現場の諸事情、いろんなことをこうやって考えてみると、ここは修正しないとダメだよねっていうところで、区長がいろいろ議論をして、区長が判断をして、この局原案というものを修正かけたわけです。でその区長が修正かけるときにも、何でもありの修正はやっぱダメですから、そこは局と議論してもらって、この理屈だったらこの修正っていうのはそうですよねって話で、局も区長も納得した形で今回の案になったので、もう僕はこれ上がってきたものに関してはもう僕は修正加えることなく、もうそれでいこうということで最終決定をしました。終わりました。それとね、僕はもう一つね、毎日新聞の記事で言いたかったのは、教科書の採択の問題でのこれどういう理屈なのかなっていうのを思うのが、一律高校 の教科書の採択、これから複数案、27年度から複数案出して、教育委員会が決定するんですけどね、それが教育委員会のなんか強制だとかね、なんかそういう記事になってたでしょ。なんてないですか。あれは共同通信の配信を使ってるんですが、要するにもともと教育委員会に権限が、採択権があると、というのはもちろん分かってるんですね。でこれまで の、その運用では、その学校が出してきた案をそのまま採択することが多かった、それが今後は複数案を出して、実質教育委員会が採択するという、その流れが変化するんで、それを捉えた記事だと思うんですね。それを強制になるとか、教育委員は首長の任命だから、これ朝日の記事でしたっけ。
首長が任命するから政治介入にもなるんじゃないかとか言って、まあ、毎日じゃなかったのかな、ね、またじゃあ分かりました。じゃあそれはまた記事見てから言います。それではこれで終了します。はい。教科書採択に関しての昨日ぐらいの記事ちょっと毎日持ってきてもらえますかね。これ今日のやつですか。まだこれですね。もし記事切り抜きあればちょっと途中で入れてもらって。よろしいでしょうか。これから2部の確認取材を始めさせていただきます。市長公務の都合で3時半までということですので、ご協力よろしくお願いいたします。で質問ある人の方は私の方でよろしくお願いします。 NHK 浜野です。堺市長選挙については、はいはい、お聞きしたいんですけども、松井幹事長の方は松井幹事長はですね、維新の候補について、今週中には決めたいと。で、すでに竹山さんが立候補を表明していて、で、自民民主などの支援を求めてますよね。で、そういう意味でその構図もはっきりしてきましたし、今度またその大阪都構想の詳しい制度設計案も出てきて、でさらに今度この、タウンミーティングもされていくと、さらにこの広報だけじゃなくてこの政策面での対立軸もだいぶ明確になってくると思うんですけども、うん、このあたりその、代表としてはこの対立、政策広報の対立軸が明確になっている中で、なっていることについては今 どのように見ていらっしゃいますか。なんか最後の質問がよく分かんないですけど、今後、その対立軸を明確にしていく中で、その竹山さんとすればですね、この堺をなくさないということを強く主張されていくと思うんですけども、その点についてはどういった点をこう市民にですね強調していきたいというふうにお考えですか。それは都構想を訴えていくしかないですけどね。はいはい。はい、続いてなんですが、今度争点、都構想となってくると思うんですけれども、今よく強調されているのが、その堺市は取り残されていると、首都ホームには入っているんですけど、具体的に取り残されていることのデメリットっていうのは、なんか具体的に主張されたいとかありますか。それはね、だから、府市統合本部の中にもう具体的に堺市長が入ってきてないっていうことが、これはもう最大のデメリットですよ。だから経済、成長戦略にしたって観光戦略にしたって、教育の問題だって、防災対策、医療もありとあらゆるその行政の政策においてね、大阪府と大阪市が一緒に協議してやってるのに、ここにもう入っていないっていうことが、もうそれがもう最大のデメリットだと思いますよ。もう今大阪府大阪市でドーンとこう動いていってる中に堺市だけが取り残されてしまってるっていうかね。だからそれは過去にでも言いましたけども、仙北高速鉄道がこれから大阪府で民営化していく、 OTK 民営化していくにあたって、じゃあこれ大阪市営地下鉄をどうするのか、その時に堺はどうするのか、仙北ニュータウンをどうするのか、今千里ニュータウンというものがどんどん若返りが図られている中で、仙北ニュータウンとのこの大阪全体のニュータウン再生としてどうするのか、こういう問題も全部府と市と大阪府大阪市堺市が合わさって考えて、統一的な政策をやればいいのにね、取り残されてます。細かな事例ですけどもね、本当にもう府市の統合の必要性っていうのはこういうところでこう出てくるんです。こういう細かなことがもう山ほどあると思うんですけど、中之島の図書館の改革っていうものを今府教委で進めてるんですけど、
今一案として中之島の図書館と中之島の公会堂っていうものはこれ一体運営していくべきじゃないかっていう案も出てるんですね。だからそうなればこれ統合してたら一体運営なんていうのは可能なんだけども、これバラバラだったら別運営になってしまうわけですよ。で細かなことですけどもこういうことですよね。だから堺市が入ってくれば大阪府大阪市堺市でね一体となってこうやれることっていうのはたくさんあると思うんですけどね。首都ホームでいろんな議論はずっとしてこられたと思うんですけれども、まあ、分かりやすいのではその病院だとか、まあ、あるいは公営権だとか、ええ、それと、まあ、重なっているものを一つにしていこうというのが何件ですか、重なっ病院厚生収入、ああそうだ、ええ、まあ、重なっているものを一つにしていこうというのがあったと思うんですけれども、今現状でその堺市と大阪府とで何か重なっているものというのは何か、いやだからそれを法定協の中で精査していったらいいんじゃないですか。単純に大玉で誰でも分かるようなものじゃなくても行政としてはこれは一つにまとめていったら方がいいよねとか、これはやっぱり大阪府、むしろね大阪府から堺市の方にまた移していく方がいいよねっていうものもあるかもわからない。これをだから法定協の中でね、行政マンにしっかりと制度設計してもらうっていう、これが法定協議会の意味だと思いますよ。公選職で選挙で選ばれた公選職が全部そんなことを考えれるわけじゃないですから、だからその法定協議会の中に入って制度設計しましょうと、で最後それを認めるかどうかっていうのは住民投票なりね、堺市議会の議員選挙の時に住民の皆さんが意思表示をすればいいわけですから、設計図作りをやるってことが今一番重要だと思いますよ。あと法定協に入るには、まあ、議会のハードルがまあ大きいかと思うんですけれども、それ以外の形で、まあ、もし維新がその市長を取った場合に府市統合本部のような何かしらこう会議体のようなものを作っていくような、いやまずは府市統合本部ですよ。まずはね、まずは府市統合本部で行政を一体となって動かしていくというところからスタートじゃないですかね。今ある府市統合本部の中に堺も加わってもらうという感じでしょうか。もうそれだけでもう堺の行政っていうものが大きく変わると思いますけどもね。それは仁徳天皇陵の古墳群のあの話も大阪全体の観光戦略に入れながらね、じゃあそこを観光拠点として考えたときに大阪市は全く関係ないのかって言ったらそんなことないですよ。それは地下鉄の問題、宿泊施設の問題でいろんなことが関係してくるんでね、これはもう大阪府大阪市堺市一体となってやっていったらいいんですよね。大阪っていうそういう都市の状況っていうのは全国で2番目に小さいこの人口密集型の都市なわけですから、政令市でね文献だ文献だって言って何もそのこの狭い都市の中でみんながバラバラになる必要はなくてね、大阪ぐらいの規模で人口密度のある都市であれば一つにまとまっていくっていう方向性、そういうことを模索していくべきだと思ってます。でまた別のところでは神奈川みたいなところではね、神奈川県という広大な面積の中に、まあ、横浜っていうある意味もうそこだけが完結しているような都市、まあ、そういうものが神奈川県の中にあるんであればそれはある意味独立っていう方向性を模索していけばいいと思うし、それは都市の状況によって全然違うと思いますよ。どうぞ。いいですか。朝日新聞の総代です、はい。ちょっと堺市長選のことで続けてあれなんですけれども、まあ、自治体の首長選で2期目っていうと大体まあ1期目の評価についても争点になることは多いと思うんですけども、はい、まあ、都構想はもちろんまあこれからの話だと思うんですが、竹山市政の1期目の評価というかですね、まあ、評価できる部分できない部分、そういったところっていうのは争点にあまり今回はならない。まあそれは市民の皆さんがどう判断するかですけどもね、維新としてそれをまあ一つの争点としてはできてなかったじゃないかとかっていうよりはやっぱり都構想っていうのもでいくという感じなんでしょうか。だけど選挙の争点なんてだって投票するのは1枚の紙に名前書くだけですから、この争点について丸、この政策について丸してください、この政策について丸しペケしてくださいとかそういう話じゃないですからね。だから何を争点と感じるのかは最後は有権者の最後はご判断ですよね。僕らは争点設定としては都構想の、しかもそれは都構想の是非というよりも制度設計図、まあ、設計図作りまではやりましょうよということですから、是非の判断は次の堺市長、次の堺市議会の議会の選挙で是非の判断をしてくださいと、
今回の堺市長選挙においては都構想に入ったら堺が入ったらどうなるかっていうその設計図は見たくないですかっていうそれが争点です。だからその争点は明確にそれしておかないとね、都構想の是非って言ったらそれは分からないんだから判断しようがないんですよ。これは竹山さんはおかしなロジックでね、都構想反対反対って言ってますけど分からない中で反対してるんですから。だから今回はその都構想がいいのか悪いのかそれを判断するための資料作りをやりますかということです。それは僕は堺市民の皆さんにしっかり訴えれば資料作りはそれはいいでしょうと。でそれを嫌だっていうのは次の堺市議会議員の選挙で、それは嫌だっていう意思表示できる、それは担保できてるわけですからね、そこは堺竹山市長としては住民の皆さんはやっぱりちょっと騙してると思いますね。今のこの段階で都構想の是非なんか判断しなくていいんです。住民は設計図を作りますか、都構想ってものはどういうものか見たくないですかっていうのが今回の選挙ですよ。だからこれはずっとこの都構想っていう政治と行政の役割分担僕はずっと言い続けてきましたけど、メディアもこれ勉強不足で3年前に分かってなかったのは、維新の会が初めて挑戦した統一地方選挙の時に都構想の是非都構想の是非って言ってましたけどもね、正確にあの時に選挙の争点って言ったらその設計図作りをする設計図作りをするためのまずは組織を作りますかっていうのがあの時の争点だったわけですね。あの選挙で府議会で過半数を得たからそういう組織を作って大阪府内大阪府庁内だけで大統領制度の在り方っていうものを検討していった。次のダブル選挙の時にはもう一回これは都構想の是非というよりも府市でそういう設計図作りの組織を作りますかっていうのが争点 でそれでダブル選挙が終わったから実際に大都市局ができてずっとこう設計図が作った。だから最後の是非の判断は住民投票なんですから。だから今回の堺市長選挙もこれもやっぱりメディアが多分ね意図的に、それは争点を不明確にする場合もあるから都構想の是非都構想の是非って言ったらそれは住民の方としてはこんなの分かんないのはやっぱり嫌だよねとかそうなりますけど、正確に言ったら設計図作りをやりますかっていうのが今回の選挙の争点ですよ。でそれは嫌だっていう市民はいないと思いますよ。で設計図見た段階で嫌かいいか判断されればいいわけですからね。はい、設計図を見たくないという市民がいると思うんです。つまり、もう政令市じゃなくなるのは嫌だと。あ、最初から見たくない。そうです。そういう意味で、それが争点だと思うんですけどね。だからそれは都構想が争点じゃなくて設計図をだから見たくないっていうね。設計図を作りますかっていうことで見たくないっていう。都構想に至る道に足を踏み入れたくないと、竹山さんが言ってることはそういうことです。でもそれは是非じゃないですよね。正確に言えばそれは是非じゃなくて設計図を見たくないっていうだけですから。入り口段階で拒否するかしないかねえ。だからそれは都構想がいいか悪いかの話じゃないですから。堺市が参加するかしないかの話、だから設計図作りをするかどうかの話なんで、もうそれも嫌だっていう人ももちろんいるからそれはノーっていうふうに言うんでしょうね。僕はだから設計図を見たいっていう人は設計図を見たくないっていう人はいないでしょうと。もう堺市民だったら誰でも設計図を見たいでしょっていうふうに言ったから、それに対する反論として見たくない人もいるっていうのはそれはその通りです。見たくない人もいるんでしょうね。だからでもそれは都構想自体がいいか悪いかの選挙が争点じゃないですからね。いや、後で文句言われたくないから先に言っておきますけど、そういう意味では我々は都構想が争点だと思っているので、今後も都構想が争点だと。いやそれは違うです。だって堺市が入った時のだってメリットデメリット何にもわからないのに都構想の是非ってどうやって判断するんですか。大阪の都構想とは別です。堺が入るかどうかは別です、ね、でもそれは入るかどうかもいつも言うじゃないですか、メリットデメリット出せって散々3年前の統一地方選挙の時も言ってたじゃないですか。何にも出てない中でそれ是非をどうやって判断するんですか。だから違うんですよ、ロジックは是非じゃないんです。これは争点は、だって何にもメリットデメリットも何にもわかんないんですよ。だって区割りあれ散々統一地方選挙の時にも言ってたじゃないですか、区割りはもう出さなければ財政調整制度も出さなければ是非は判断できない、まさにその状態ですよ。だから是非の判断じゃなくてそういう設計図メリットデメリット、そういうことをね
検証していく、まあ、設計図作りをやりますか嫌ですかっていう話ですね。だから嫌っていう人ももちろんいるんでしょうけど、維新としての争点設定はそこだというのは、うん、だけど他のロジックでだって都構想の是非ってあのメリットデメリットないのにどうやって是非判断するんですか。おっしゃるように社会で否定されたからといって大阪のものが否定されたわけではないという意味で都構想の是非が争点ではないけれども、社会が参加するかどうかがの都構想の是非。いやだってそれだったら今回の堺市長選挙で仮にあの仮にですよ、僕らが負けたとして、それは堺が堺が都構想に入ることが、いや入ることがというよりも都構想ってものが悪いもんだっていうふうにみんなが思ったわけではないわけですよね。堺は入りたくない、うん、だから設計図を見たくないというだけでね。だからそれは都構想の是非じゃないんじゃないですか、正確に言うと。まあそれは表現の問題なんで、ええ、任せますけど。さっきのね、毎日新聞のこれ記事には書いてますよ、これ。現場の共有が、8月の7日、28名。現場の共有が希望する教科書を使えない事態や、教育内容の強制につながる恐れがあるって。とんちん感も甚だしいですね。だってこれは教育委員会が決定権を持ってるんですから、決めたものをそれは使ってくださいって、強制につながる恐れがあるって、これはとんちん感ですね。それからこれは、まあ、これはあれか、話しているだから毎日のあれでもないのか、竹内さんという教授が、教育委員は首長が議会の同意を得て任命するため、教育に対する政治の介入が強まる恐れもある。だってそれは地教業法上そういう仕組みで教育委員会に採択権を渡してるってことは、民主的な統制はどこかで及ばさなきゃいけない、現場と民主的な統制のバランスの中で地教業法があるんだから、現場に全部任せておけばいいなんて、この毎日新聞のこの考え方っていうか価値観、本当に僕はおかしいなって思って。だいたい責任のない現場、選挙で僕らは落とされる、まあそこに責任というものがあるから行って教育委員会を任命できる、でその教育委員会に教科書を選ばせる、これは地教業法で、何にもそれ責任もない、そういう位置づけもない、現場の教員に全部採択権なんか渡してどうするんですかね、こんなの。だから毎日新聞のデスクか誰か分かりませんけども記事書いて、現場の記者が記事書いてデスクに修正されたら、それは強制されたって言うんですかね、毎日新聞の記者はね。で自分たちに全部決定くれって言うんですかね。僕は毎日新聞の記事は共同通信弊社が配信した、でも載せてるんだからそれは責任あるじゃないですか。それはこの記事に関する解釈っていうのは、その内田さんが言いますけど、どういうつもりでかなんかっていうのに関しては深く知らせていないんで、まずじゃあ共同通信、うん、まあでもトンチンカンですよこんなの。それからあの慰安婦問題についてだって、ま、毎日の社説はもう全く何が争点で何が問題点なのかっていうことを分からずに、もう感情的にまあああいうふうな社説とか書いて新聞としての手なしてませんね。あれ何ですか、結局慰安婦像がアメリカの方のアメリカにどんどん広がっていくこと、これはやっぱりちょっと違うんじゃないかっていうのは、これは朝日も毎日もやっぱりその感覚はまずあるんでしょうね。でその問題点が何かっていうことは朝日は迷ってるんですよ。これはアメリカでどんどん慰安婦像が広がっていくことっていうのは、これはやっぱり違うなと思ってるんだけども、でも今まで朝日も毎日も慰安婦の問題っていうのはとにかく口はもう何も出さない、意見は言わないっていう方針でこう来たから、どう主張をまとめようかっていうことで悩んでるんでしょうけど、毎日は早々と社説で謝り方が不十分だから、きちんと謝ってるのに、日本がちゃんと謝ってるのにそれが伝わってないことが誤解だっていうふうに思ってるか、あのそういう社説の書き方になってますか。あ、違いますよ。それはいくら謝ったって、どういう償いしたって、これなぜ国際社会や韓国が日韓基本条約やその請求権協定で終わりに韓国はしない、韓国は終わりというふうにしないのかといったら、それはホロコーストと同じようなもう人類史上もう得意なその事件だから、通常の生産協定では終わらせないよっていうのが韓国の主張であり、国際社会の主張ですよ。だからいくら謝罪をしたところで、いくらそういう態度を見せたところで、
きちんと法的な責任を取らない限りは、それは人類史上とんでもないことをやったんだから、ホロコーストと同じようなことのとんでもないことをやったんだから、日本はあんな程度のことではダメで、あんな程度の誤りだったり、あんな程度の生産協定ではダメですよっていうのが国際社会の主張であり、韓国の主張である。だから僕はそこが問題点だと思ったから、本当にあの慰安婦の問題っていうのは、慰安婦の方にはこれは筆舌に尽くしがたい、その大変な苦境を味わったこと、そういうところについては我々はきちんと考えながら対応しなければいけないけれども、しかしその国際社会が言ってるような、いわゆる性奴隷だったのかどうなのかっていうところのね、事実をはっきりさせないと、いつまでたってもね、これ誤り続けたって、その誤りじゃダメだって話になるわけです。だからそこは歴史的に検証すべきだっていうことで、僕はこの談話のね問題提起もした。だから毎日の社説はね、だからちゃんと謝ってることをきちんと伝えれば、それで誤解が解けるなんて、そんなのはトンチンカンだと思いますけどもね。それは何が問題かって言ったら、あの慰安婦の問題っていうものが、ある種戦時における世界各国のある種の普遍的なそういう事例というふうに捉えるのか、それともホロコーストのようにね、歴史上人類史上これはもう稀な、もう本当にとんでもない、その事案と見るのか、そういうところが問題点だと思いますよ。だから僕はその事実についてね、毎日新聞が石原官房副長官のあの話をインタビューを引いて、石原官房副長官は強制性を認めたっていうまたタイトルを打ちましたけども、あれはだから何遍も言ってるように、慰安婦の方が意に反してそういう仕事に就かされていた事例もあった、それは間違いないんですよ。でも問題なのが、国際社会で問題として特異な例と見られているのは、さあ国家の意思として拉致とかね、人身売買とか、もっと言ったら首切りをやったとかね、そんな仕事をさせたらあとは全部その女性をみんな殺してしまったとか、そういう事例かどうかっていうところが問題だからね。さあ抗議の強制、協議の強制、そんなことはどうでもいいんだと、そんなことを論じる意味はないんだと、そんなことじゃなくて、やっぱりそこの事実をはっきりさせないとね、それは国際社会とか韓国っていうものはホロコーストと同じように扱って、日韓基本条約や請求権協定なんかでは終わらせないと、そんなので終わるような問題ではないというふうな主張を言ってきてるんだから、やっぱりもう一度ね、慰安婦の問題っていうものは歴史的な検証、これはしっかりやって、当時の慰安婦の方々が意に反してそういう仕事についてとかことはあったんでしょうけれども、そういう仕事を終わった後にね、みんなその女性の人をみんな殺してしまったとか、首切りやったとか、拉致をやったとか、人身売買をやった、そういう事実が本当にあったのかどうなのかっていうところを明確に僕はしなければこの問題は解決しないというふうに思ってます。なんか最近朝日新聞は慰安婦像の問題、あれ取り上げるようになったのは何でなんですか。やっぱあれはでもアメリカで広がっていくのは、やっぱりそこは違うだろうなっていう思いはあるんじゃないですか、どっかで。まあ、そういうショックじゃないですから、まあ、そういう事象があるってことを紹介してるっていうのは、そういうことです。いや、だけどさあ、謝るところは謝って、反省するところは反省しなきゃいけないけれども、アメリカの国は、それは僕があの発言をしたときに、同盟国との日米のその同盟国の信頼を害するっていうことを、いろんな政治家とかいろんなコメンテーターも言ってましたけども、同盟国がそんなことするんですかね、ああいうことを簡単に。まあ、なんとかパーク、何でしたっけ、グレンデール氏の横のなんとかパークのところでは今、その設置の話がね、日本人が声を上げたから、ちょっと議会の方でその審議がストップしたとかいうこともありましたけどもね、いや、僕は慰安婦の問題は、韓国のそういう慰安婦の方々に対してきちんと対応しなければいけないっていう、その問題はきちんとやらなきゃいけない、これは日韓の問題でやらなきゃいけないけれども、それとは別にね、あの20万性奴隷、日本兵がとかいうあの日の後ろにそういう文字が刻まれてるね、あの慰安婦像がどんどんアメリカに広がっていくってことは、朝日も毎日もそれは女性の人権を守っていく、まあ、そういう世の中を女性の人権をこう守っていく国際社会にするために、あの慰安婦像がどんどんアメリカ国内に広まっていくってこと、それは大歓迎なんですかね。それは違うと思うんですけどね。だからそれは女性の人権を守るんだったら、それは戦場においてやっぱり大変な経験をねさせられた、そういう女性、まあ、二度とこういう女性をね、
生まないためにもっていうような形での比でね、こうそれが世界各国に広まっていくのはそれはもう大いに賛成ですけども、日本が20万のその慰安婦を制度例にしたっていうような形でね、アメリカ国内に慰安婦像がどん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 広がっていくっていうのは、僕はそれはね我慢できないですけどね。それはまあそういう意味で毎日新聞が考えているあの社説のように、やっぱりちょっと慰安婦像が広がっていくのは問題だなっていう意識が芽生えたのか、ただそれは強制性の話をあんだけしつこくやってたもんだから、そこを論点にしたくないもんですから、きちんと日本が謝っていることが伝わってない、だから慰安婦像が広がってるんだ、きちんと日本がやってきたことを説明すれば大丈夫だって、そんな甘すぎますよ。それは世界各国や国際社会とか韓国が今韓国がやってる主張っていうのは、ホロコーストと同じように人類史上まれな特異な事例だから、日韓基本条約とか請求権協定なんかでは清算されていないし、国際社会もねそんな日韓基本条約があろうとなかろうとやっぱりちゃんと保障しろっていうことを国際社会が言ってるんで、実態がやっぱり僕は非常に重要だと思います。だからといって慰安婦問題を正当化するつもりはないし、しかるべき対応っていうものはしっかり日本はやっていかなきゃいけないけれども、でもこんな慰安婦像がねアメリカ国内で広がっていくことに関してね、ちょっと待てって誰も声を上げない日本の政治家のこの政治の状況っていうのはもう僕はもう我慢ならないですけどね。外務省も日本政府も何してんだか本当にね、というふうに思います。もう終わりです。